特任校とは、自然豊かな環境に恵まれた小規模校を中心にして、同区内の希望したものから通過したものなら、入学できる学校の運営体制を示す。また、特任制度実施校と呼ばれる場合がある。主に全校学習児童生徒が100人以下である学校で行われている。本来は、通学区域は住所により決められているが、大学区でも入学できる制度を示す。 特任校の運営は県、市、村などに許可を取った上で行う。原則として住所はそのままで自宅からの通学になる。また、ほとんどの学校自体が全校学習児童生徒100人以下であるため少人数教育が可能である。特任校ではレベルの高い教育などを行っている学校がある。東京都中央区では2009年度入学者から 特任校制度という学校選択制を実施している。住所に基づいて指定される学区内の学校に加えて、以下の5つの区立の小学校は、都心に立地して、本来の学区居住の児童が少なく、施設に余裕がある特任校として、同中央区内居住者なら、通学区域に関係なく、希望により就学できる制度となっている。受け入れ上限を超える申請があった場合には、 抽選により入学者を選抜している。柿以外にも多く存在するため、地元の教育委員会等にて確認されたい。ありがとうございます。